首都ベルリンから新幹線に乗ってやってまいりました。後ろに見えておりますのがミュンヘン中央駅です。日本語ではミュンヘンというふうに言いまして、英語ではまた違うんですよね。英語でも、ドイツ語でも読みが違うと。日本語でしかミュンヘンと言わないのかどうかは分かりませんが、ともかくドイツ第三の街、ミュンヘンに来ております。ベルリンも行きまして、なかなか立派な街だとは思いましたが、なんか観光地って感じはしなかったです。あの壁も観光地といえば観光地に現在でこそなっておりますけれど、見るものといえばベルリンの壁とか、あとはまあ、他にですね、戦争の、様々なことを繰り返さぬようにということで作られたモニュメントとか、それに類するようなものとか、そういったものはいろいろ私も数多く見ましたけれど、しかしですね、あのなんかこれぞ観光だ、パッパラパーと遊ぼうぜみたいな場所はベルリンにはあんまりなかったわけです。まあ、楽しいところだったと思いますよ。ベルリンもね、良かったんですけれど、やってきましたこのミュンヘンはどちらかといえば遊びの街です。あの実はですね、国家社会主義ドイツ労働者党ってあの忌々しい政党は、ここミュンヘンの地位が発端となっているそうでして、あれですよね、なんだっけな、あの確かね、あのここでいろいろとあのクーデターみたいなこともやったりとか、あの当時のあの極右の人たちがたくさん集まっていたような街ということでもありますが、まあ、他にミュンヘンといえば、BMW らしいんですよね。BMW 発祥の地がこのミュンヘンだそうです。先日ですね、大学の授業でちょうどたまたま教わったんですけれど、あの元々はなんでまたね、あの BMW のあのこういうなんですか、ちょうど今ここにね、これ今 BMW が来ましたけどね、いっぱい走ってるんですけど、そこらじゃあっちにもあっちにも BMW とベンツばっかりですが、あの青と白のあのこういう丸っこいこのマークね、あれ BMW のマークは元々ミュンヘン、あの航空なんとか会社みたいな、そういうあの飛行機メーカーだったのが、そのミュンヘンに BMW の発端としてありまして、つまり BMW を発端の地、それもまたこのミュンヘンだというわけです。で、他にミュンヘンに有名なものといえば何か、一番有名なもの、これがビールでございます。ビール、お酒ね、ドイツでは16歳からビール飲み放題と、飲み放題というかビール解禁となるんだそうです。まあ私はね、あの20歳ですが、まあ、とりあえず日本我が国でももうお酒飲むことができますけれど、どうなんですかね、あの私が20歳になってなくてもドイツに来てれば16歳から高校生の時からビールとか飲みまくれたんですかね。まあ、今でもビールなんてのは別にまともに飲みはしないわけですけれどね、あのお酒嫌いですから。でもやはりビールの街に来ましたということで、本日はこのビールで大変有名な街ミュンヘンはちょっと夕方の今5時くらいなんですけどね、まだまだ明るく、ヨーロッパの夜は長いですから、いや違う、ヨーロッパの夜は短いですから、夕方が大変長いようなところですので、楽しんで参りたいと思います。よろしくお願いいたします。これミュンヘン中央駅の多分こっち東口だと思うんですけど、すいません、間違ってるかもしれませんので、あんまりこの情報については当てになりませんが、これからこっちの方前方へ向かっていきますと、まあ、前方というか南側でいいのかな、あのとにかくあの向こうからですね、新幹線で到着して、この向きに到着したんですね、列車で。そしてそのまま駅前の通りをこちらの方へ進んでいきますと、ミュンヘンの、まあ、見物観光の、中心部分に至ることができるようです。ここにも早速みんな揃ってですね、ビールを広げて、ドイツのビールは安いそうです、みんなお飲みになっていらっしゃいます。駅の中にもたくさんビールを売っているところがあったし、駅の前にもビールを売っているところがたくさんあって、ビールビールビールだらけです。ドイツはビールの製造量が大変に多く、また消費の量も大変に多いということです。今のそこのなんていうの、ビアガーデンっていうのかな、わかりませんからね、飲んでる人たちのその様子を見ると、あ、ここでも飲んでいる家族がいますが、机の上に置いてあるジョッキがですね、並大抵の大きさではなくて、私あんなもん一杯でも飲んだら分かんないですけど、あの飲んだこともありませんので、あの分かんないですけど、なんかたちまちフラフラになっちゃうんじゃないのかなという気がしますけれど、あそこにいるあのスラッとしたお姉さんは一人でこんな大きなジョッキあの4杯も飲んだのか、泡がブクブクとついております。すごいな、なんか強い人、お酒に強い人ばっかりです。ロシア人はウォッカが大好きということでしたが、ドイツ人はさぞやビールが好きに違いありません。この道のこの鳴りがなんかいいですね。アルプスの少女ハイジみたい。あ、フランクフルトに来ちゃって、山へ帰りたいと、そういうことをたちまち言いたくなります。ケンタッキーフライドチキンっていうのがあるんですが、なんかここはちょっと違うような、いや違くないな、別に違くない、あのビスケットっていうのはなんか日本特有のものらしいんですけれど、ここでもですね、きっとビールが売られているはずです。見ても分かりませんが、ロシアのケンタッキーでビール売ってましたんで、売ってないことはないと思うんだよな。ビールに当たるものが多分 ビールの種類がいっぱいあるっていうことなのかな。どれなんだろう。多分あると思うんですけどね。日本では売らないんですけど、海外では結構普通に売ってるらしいですよ。で、ビールあるのかなと思って入ってみたんですね。あったらここでですね、まあ、私ビール飲まないんですが、一緒にいる A さんがですね、あのお酒飲まれるので、ビール飲んでいただこうと思ったんですけれど、ここではビールなかったです。ロシアではビールあるんですけど、ビールの街、まさかこの バイエルン の, あのミュンヘンでね、ビールがないとは、ケンタッキーフライド試験で驚いたことではありましたけど、ロシアはなかなかフリーな感じなんでしょうか。おお、ここもまたすごいな、皆さん
ビールをお揃いでお飲みになられていらっしゃいます。タバコも吹かして、これちょっと映したら失礼かな。こんな感じですよね。大変なにぎわいです。この道みんなね、お酒飲んでる人ばっかりですよ。あっちこっち多分、ね、そこにある店一軒一軒入ってったら、あの朝昼晩朝昼晩とバンバン入ってったらですね、多分何週間かかかるんじゃないのかなぐらいにビールを飲めるようなお店がいっぱいありますよ。でもごめんなさい、今の表現はちょっと誇張表現でしたけどね。多分でもずらっと15軒ぐらいは並んでたんじゃないかな。歩いて 2,3 分の距離のところにみんなビール飲んでます。なんちゃらかんちゃらもんとか立派なもんもあります。すいませんね、全然わからないもんで、調べりゃいいのかもしれないけれど、知らないものは知らないと、わからないことを無理やりつけば焼き場でですね、無理に解説してもしょうがないかなと思いますので、ある程度そこで見たこと感じ取ったことだけ皆さんにお伝えすれば、まあそれはそれでいいかなと思っているところです。この辺りが中心部分の観光街というわけですよね。昔ながらというか、まあ、多分昔ながらだと思うんですけれど、ドイツ風の建物、モスクワじゃない、あのサンクトペテルブルクでもこんな感じの昔の建物がいっぱいあるところっていうのはそこいら中にありまして、特にこれぞまさにザ・ヨーロッパという感じでしたが、ここはなんだろうな、この尖った屋根、この赤茶色のこの屋根とね、それからこのクリーム色のこのなんていうの、建物のこの横な感じ、それがですねぎっちりと横に縦長に詰まっているのがどうもドイツらしいなというふうに感じます。なんでドイツってこういうのが多いんですかね、それ分かりないんですけど、でもまあドイツって言えばこういう感じなんですよね。あの多分アルプスのハイジ、アルプスの少女ハイジのこのアニメで、さっきも言いましたけれどフランクフルトの街並みを散々見ましたから、そのね映像が強く焼き付いているんだろうなとは思うんですけれど、ドイツといえば、まあ、こんな感じですよね。まさにそれらしい風景が見られて大変満足です。あところでアルプスの少女ハイジハイジハイジ、さっきからハイジの話ばっかりしてね、アルプスのハイジって言えばあのスイスの山の上でこうブーンとブランコに乗ってるあれじゃないのか言うかもしれませんけれども、実はねあの知らない方のために一応ちょっとだけ説明しておこうと思うんですが、あのハイジは途中で一回ですね、あのスイスからドイツのフランクフルトに移住してることがあるんですね。それ結構長く続くんですけれど、あの何家っていうんだっけ私も忘れちゃいましたが、ゼーゼマンさんというですね、あの大金持ちのお家の、ちっちゃい、足が不自由なクララという女の子をその遊び相手募集してるんで、遊び相手となるためにそこのお嬢様の遊び相手のお友達としてそこに移住するということをやるわけです。でも結局町のフランクフルトでの生活に合わなかったみたいでね、ハイジはついには無遊病になってしまって、要は精神がおかしくなってしまって、最終的にはやっぱりスイスの山の方へ行きましょう、アルムの山でまた伸び伸び暮らすのがいいですねと、そういう風になったわけです。物語はそれで終わるわけではないんですけどね、アルプスの少女ハイジという中でそのシーンを語らずしてどんな話なのか説明することは全く不可能であります。でも別にハイジの話をするわけじゃなくてミュンヘンのビールの話をするわけですから、まあ、ここら辺でその話はやめますが、ここにまたですねベンチもたくさんありまして、人々がたくさんここで怒っておりますけれど、でもここでさすがにあのビール、缶ビールなんかプシューとやって一杯という人はちょっと見当たりませんね。そういう人はまだね、あの赤羽駅の周辺とかね、そういうところの方が多いかもしれません。意外とみんなそんなにビールばっかり飲んでるわけじゃないんですね。でも何をやってんだろうな、ここにこうただ座って何かの出現を待っているようにも見えます。目的もなく座っているようにしか見えません。今の段階では何か待っているような感じ。ここもまたすごいですね、この立派なこの建物のバックにですね、皆さんこうビールをお飲みになられています。皆さんビールです。まあ多分大抵が観光客なんでしょうけどね、でもドイツ人観光客っていう感じかな、見た感じは。これもまたいかにもドイツという感じ、素晴らしいですね。あのじわじわと降りてくるあの噴水、あの噴水もまたなんか、ね、勢いがあれでいいのかどうか分かりませんが、いや左側には昔風のこれ建物は十字架がかかっておりますから、教会なら間違いなさそうですけれど、結構大きいんですね。教会もかなり奥の方まで建物が連なってますが、こっち側にはその教会が映り込んで現代的な有楽町とかにありそうな建物、この対比の感じがまたいいですね。先進国ドイツという威厳を感じます。ちょっとだけ見学してみましょう。撮影していいのかどうかだけちゃんとチェックしてからね、外側は大丈夫でしょう。何かこう懲らしめてる人がいますね。何を懲らしめてるのか分かりませんけど、まあ、悪いやつを正義の味方が助けている、大体そんなところかなと思います。これあれ聖母マリアさんなのかな、ちょ分かりませんけど、あー教会って久々に入るな、長崎以来ですよ。
すごいですね、立派なもんですね。宗教ってすごいなと思いますけど、あのあんなにすごいものをなんかこう全然キリスト教徒でもなんでもないこの私が見ちゃうと、逆に写真まで撮っちゃうとなんか悪いような気がしましたんでね、あのちょっとこれ50ユーロね、あのなんかお賽銭みたいなのがあったんで入れてきちゃいましたよ。いやこれがなんか逆に宗教のその力強さっていう感じなのかなちょっと思いましたよね。あのここでお金払っていかないとなんか神様なんて別に信じちゃいないはずなんだけど、なんかこう神様に悪いような気がすると、これはすごいな。人を信じ込ませるには何もかもまず権威というものが重要なんだろうな、だから教会も立派に作られているのかななんて、そんなこともちょっとは思いました。でもとにかく素晴らしいものを見せてくれてありがとうございました。今とりあえず向かっておりますのはビアホールみたいなところもそうなんですが、そのすぐ近くにあります、あそこにあるあれと聖ピーター教会というそうです。私全然別に、ね、当然さっきも申し上げたようにキリストを信じているわけではないけれど、あの塔の上の方まで登っていくとミュンヘンの素晴らしい街並みを一望することができるということですから、たまにはそういったものも見ていかなければなというわけでございます。ヨーロッパの美しいそれらしい街並み、結構昔からガイドブックなんかでね、へえヨーロッパってこんな綺麗なところなのかと思ったけれど、初めてそれを高いところから見下ろすという念願も叶うわけです。ごめんなさい、私勘違いしておりました。あのさっきの高い塔、あれがねあの教会のなんとかなのかなと思ったんですが、違いました。これですね、やりっぱなもんですね。こんなのがあるのかと入ってみたらですね、中で儀式やってまして、ノーサイトシーイングって書いてあったんで、観光しないでくださいみたいなことだと思うんですよね。写真禁止、静かにしてください、そんな感じのねマークもついていました。まあ多分写真撮らないでおとなしくそのやっている儀式をね、あの中で司祭の方っていうんですかね、その方が歌うっていうのかわからないんですけど、節をつけた感じで何かおっしゃってまして、それで神聖な雰囲気、何か厳かにして皆様、お祈り神に対して捧げる、そんな感じのことなんでしょうかね。もうまさにこういう感じですよ。中で厳粛に行われておりましたんで、ちょっと私みたいな部外者が入っているのはね罰が悪いなと思いまして、これもすぐに出てくることにしました。すごいね、教会の鐘が鳴ってる横で皆さんはビールを飲んでいらっしゃいます。結局ですね、間違いに間違っておりまして、20ぐらいで間違えましたので、これから行くところが本当に正しい聖ペーター教会であるところが分かりました。ペーターなのかピーターなのかというのは多分微妙な発音なのかなと思いますけどね。ここにあるこの広場はマリエン広場っていうそうです。そういえばと思って、おすごいな、立派だな。私も高校の時にですね、いろんな世界中の観光地、いや日本中の観光地の勉強もしましたけど、世界中の観光地の勉強も実はしてて、結構ですね名前だけはあちこちの観光地について知ってるんですけれど、これか、ミュンヘンのマリエン広場、立派なもんですね。これなんていう教会なのか知らないんですけど、立派ですね。なんかこう動くおもちゃのチャチャチャみたいなのがあります。そんなこと言ったらバチ当たるかな、でもそんな感じですね。すいません、これね教会だと思って、ごめんなさい、教会じゃないです。十字架なんかどこにもかかってなかったですね、多分ないと思うんですけど、これ新市庁舎というやつでした。そうそうそうだ、ミュンヘンの随一の名所、これがそうなんですね。よく見ますとなかなか合理的な作りをしておりまして、いつ建てられたものなのか分かんないんですが、あれなど JR 熊本駅みたいな構造をしてますが、こんな感じでね、裏側にこんなハリボテって言ったら元も来ないんだけど、表面にこういう風にこうペラッと貼ってるんですね。今手元にあるこれをね見たんですけれど、ドイツ最大の仕掛け時計がある、1568年に行われたバイエルンなんとか大公なんとかビルヘルム5世がうんぬんで結婚式を再現したものだということで、1568年にこの教会が建てられたわけじゃないらしいんですけど、その結婚式を再現したのがこの仕掛け時計らしいんですね。だから多分時間になるとあの時計が動くんでしょう。でも今の時刻はまだ霧のいい時間ではなさそうですね。時間になったら動くんじゃないのかな。この夏の時期は5時、そして次の時間は9時にあの時計がですね、その時を刻むとあの時計がうにゃ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 とこう動くんだそうです。私も九州の人吉温泉で、機械時計っての見たことありますけど、それしかありませんのでね、本場のこういう立派なものも見てみたいもんですけれど、とりあえずまずはこっちかな。見えないんですけどね、この上にですね、さっきのあのピーター教会、ペーター教会がありますので、ちょっと登って上から楽しみたいものです。この新市庁舎できたのは1867年から1909年の間に作られたと、そんな風に書いてありました。割と最近に建てられたものなんですが、なんでそういう風にね、建てられた年代が幅を持たれているのかよくわかんないんですけど、やっぱりそんな古い建物ではないということなんですね。いや十分古い建物なんですけど、ヨーロッパの中ではそんなに古い方には入らないのかなと思います。またなんか神聖な感じのものが並んでます。
今見た感じエスプレッソ、なんとかなんとかサンドイッチとか書いてありますので、現在ではですね、どうもこれは視聴者としては使われていないようですけれど、まあ、どう見ても商業施設になっているという感じですが、いや大層立派なことで綺麗なもんですね。ちょうど夕日を上げて美しく輝いております。そこに映り込んでいるこの余計な存在、私なんかこう抜きにしてですね、綺麗なこの、ミュンヘン視聴者をお楽しみくださいませ。ここですね、写真は問題ないみたいだけど携帯電話は良くないらしい。念願のこの教会に入ることはできたわけですけど、なかなかに道が狭くてですね、2人交互に通行するという余裕はありません。ところどころに待機所がありまして、そこで列車交換の要領でね、こう行き交えばいいわけですけれど、基本的に階段は1人分のスペースしかないわけです。おお、日本人の恥がこんなところにも落書きしてるよ、だらしないな。我がね、同じ国の人間がこんなところで行ってよその国に迷惑かけるなんて本当に申し訳ないことです。日本人代表して謝りたいですよね、この教会に。おお、こうなってるのか、教会の鐘ってすごいな。すごいな、立派な、立派なもんですよ。今ご覧に入れますけどね、これですよ。おお、地球が丸く見えますね。ヨーロッパってそこまでベラボーに高い建物は建てないからね、昔の建物を保存していて。遠くに見える教会のこの塔ってのは大体多分、そう、遠くに見える塔というのは大体は教会のものなんでしょうね。立派なものが次々立っております。さっき行ったところはどこだったかな。いろんなところで教会の鐘が鳴っています。ここに見えておりますこの建物といってもわからないと思うんですが、これちょっと難しいな、この分かります、ドームのこの建物なんですけれど、これがミュンヘンの中央駅だと思われます。その前から伸びているこの道をずっとこちらの方、南の方面へ進んできました。多分これが南の方面で合っているはずです。メインストリートでございます。そして下の方まで来て、これが先ほどの広場、マリエン広場です。目の前にあります、これが新市庁舎。こちらの方面、ちょうど今の夕方の時間が一番景色が美しく見えるようです。日の光の当たり方の問題で、今の時間帯に来るのが私も図らずしも最も良い結果を得ることができました。こちら側も悪くありません。これが多分西の方面だと思われますが、西の景色も決して悪くはないのですが、ただやはり東側の方がどちらかといえばいいように思われます。昔の街並みが多く残っているのはどうも東側です。ですから西側に太陽がある夕方に来た方が、その夕日を浴びて美しくオレンジ色に染まっている昔の街並みを楽しむことができるわけです。さっき間違えて訪れてしまった教会は多分こちら、そしてその前に見学をさせていただいた教会は多分こちらです。教会がたくさんあるということがよくわかります。多分この階段大丈夫だとは思うんですよ。ちゃんと検査とかね、こういう風に工事とかもしてますんで大丈夫だとは思うんですけど、でもこういう階段ですからね、ちょっと怖くないですか。こんな感じの階段ですよ。かなり薄い階段が、もしもこれがズボッと取れてしまったらすごく下まで落ちていくことになるんですよね。でもとてもいい景色でしたから、これはぜひ登るべきだとお勧めさせていただきます。ヨーロッパらしい景色は初めて見ることができましたね。いい眺めでしたね。やっぱああいう階段を降りてくるときってずっと降り続けてますと、だんだんと膝がガクガクしてくるもんなんですけど、ね、あとカメラのここがちょっと汚れちゃってるから、後で掃除しとかないといけないな。降りてきまして、ビールを飲んだりドイツ料理を食べたりしようということになりました。向こうに見えております、あれですね、なんていうのかな、ダイエーみたいな感じ、ショッピングセンターの本館と別館を連絡する橋みたいなものが前方に見えております。でもその歴史はきっと日本のそれよりも大幅に長いものでしょう。あまりにも教会が多いので、今15分の鐘をついているのかもしれないんですけど、またそこでも鳴っております。教会の鐘はつくとは言わないのかな、お寺じゃないですからね。これだけ教会の鐘が鳴り響いていると、逆にあんまり心身深くないこの辺りに住んでいる人たちは、私みたいなね、教会の鐘が鳴り響いていいな、観光客ですからそう思うわけですけれど、
あもういつも住んでるとうるさいなとかいう風に思ってくるんじゃないかなという気もちょっとはしてきますよね。しかしいかにもこの街並みもまたドイツらしくていいものです。でやってきましたのがここです。飲み食いをするんだったらベルリンで一番有名なビアホールといえば、ベルリンじゃない間違えました、なんだっけ、ここはミュンヘンね、ミュンヘンで一番有名なホフプロイハウスというところです。ここにそんな風に書いてあるようです。ここはもう、ほぼなんていうのかな、観光地化しているようで、地元の人がどれぐらい生きているのかわからないんですけれど、ともかく確かに観光客の姿が多い。こんな人もいます。お金集めてるんですね。3階建ての工房です。1階がなんか大衆的なビアホール、3階が観光客向けの、飲食店みたいになっていて、2階が通常のレストラン、一番落ち着いているそうです。どこを選ぶかは人それぞれだそうでございます。すごいな。相席スタイルで自分で席が好きなように選べばいいんだそうです。ただですね、たまたま2人掛けの極めて珍しい席が、2人掛けの席なんてここ以外に見当たらなかったんですけど、たまたま今私の座ってるところで、見つかりましたんで、こう1個の正方形のテーブル、これなんですけど、これを2人で座るようになってましたんで、ここで2人で貸し切りっていうのかな、1つのテーブルを他の人が相席にならないようなところに座ることができました。相席をするのもここの楽しみの1つらしいですけど、私もうっかりやっちゃったんですけど、ドイツで注文をするとき、手を挙げるときにはね、グーで挙げなきゃいけないですね。なぜパーではダメなのかというと、相当万歳になってしまうので、わかりやすい、日本で選手宣誓なんていうのを未だにやってるわけですが、ドイツではかなりのタブーですから、パーで手を挙げちゃダメ、必ずグーで持ってこうやって手を挙げるということになっているそうです。これはね、ちゃんと尊重したいと思います。多分ここは相当外国人観光客が多いですから、うっかりやっちゃっても問題にはならないとは思うんだけれども、でもなるべく現地の常識には配慮したいものですよね。これ A さんが注文したビールですね。大きいんですね。びっくりですよ、こんなに大きいビール初めて見ました。私はなんか今だったら飲んだら美味しく感じるような気がするんですけど、私はアルコールはですね、口につけないことにしておりますんで飲みませんけれど、でもこう一緒に記念写真撮るだけでもいい記念になるものです。じゃあ A さんどうぞお飲みください。楽しみにしてるからね。さっき注文したおじさん、私たちに持ってきてくれるおじさんがすごくてですね、さっき1リットルのジョッキを3本ぐらいと、それからこれが通常の400ミリリットルのジョッキだったんですよね。それをね、6本ぐらい持って、ものすごい数ビールのジョッキをこんなんにやってね、手に持って歩いてきてましたよ。なんか脇にも挟んだりしてたような気がしてくる。すごい頑張ってるなと思いながら、私の注文したこれはレモネードです。なんでレモネード飲んでるのかっていうと、私はアルコール飲まないわけですけど、レモネードがあったから注文して、飲んでるといえばそれはそうなんですが、このですね、なんだっけ、忘れちゃった、なんていうところでしたっけ、ここの名前は、確か、で今ね、調べてまた分かりましたけど、このホフプロイパークハウスで昔ですね、ドイツ人のお客さんがここへやってきて、1900年代らしいんですけれども、20世紀の始まったばっかりの頃に、ここで頑なに、レモネードを注文した人がいて、それをすごい注文しまくった結果、他の従業員は全員断ったんだけども、この主、支配人の人だけは、じゃあ分かりました、お作りしましょうと言って、レモネードを作って出してあげたと、そういう伝説があるらしいんですね。だから、ここの裏の名物といえばレモネードかなと思いまして、私はビールではなく、これを飲んでるわけです。美味しいですよ。知ったかぶりしてたんですが、これはどうもスプライトらしいということが判明しました。スプライトね、美味しければ何でもいいんですけどね。ドイツ名物ソーセージ、ソーセージですよね。これもなかなか美味しそうなもんですよ。じゃあ早速ですね、これフォークがありますね。普通はあれだ、ナイフとフォークで食べるかな。ナイフもあるけど、まあいいや、とりあえず、ウインナーソーセージというやつです。よく考えればこれが7ユーロ半とかするのはどうなのか分かりませんけど、ここにジャガイモかなんかのやつもありまして、なかなか美味しそうですから、細かいことは考えずに、美味しいもんですね。美味しそうに見えますか。ここにですね、蓋のされたビールが置いてありまして、これ何なのかな。これ従業員の方がさっき口つけていたんですね。従業員の方用の水筒みたいな感じですが、従業員の方がお仕事中に飲まれるビールだそうです。ビール飲みながら仕事、大変幸せな職場じゃないですか。いい笑顔のウェイターさんがですね、ジアースなんて言ってたのか分かんないんですけど、持ってきてくれました。これですね、うわ熱いお皿だ、熱っ、持てないよ。これはミュンヘンの名物、白
白いソーセージだそうでございます。この蓋の役割を果たしていたお皿の上に上げて、そして切って食べるのが正しい食べ方なんだそうです。ですね、重要な問題が発生しましてですね、私もノンアルコールビールがメニューにあることを発見したんで注文したんですけど、どっちがどっちだか分かんないんですね。これね困ったことなんですよ。ちょっと笑うしかないんですけど、ちょっと飲んでみますね。これがノンアルコールのような気がするんですけど、ちょっと飲んでみますけど、間違いないわ。多分よりクリーミーな方がアルコール入ってると思いますので、これアルコール入ってるやつなんです。これがノンアルコールだと思います。私は信じて飲むことにします。ですね、かなりこれもまた今確かめたんですけど、危険な領域に突入しておりまして、 A さんにですね飲んでいただいたんですね。 A さんはお酒がお好きだから飲みは分かるだろうと思ったんですけど、分からないらしいんですよ。私も多分これがノンアルコールだと思うんですけど、よくわからない泡の立ち方まで、もしかして両方これアルコール入ってんじゃないかという気もするんですけど、ちょっと心配なわけですね。こんなに上質なノンアルコールビールはないそうですから、ぜひミュンヘンに来てお酒の飲めない皆さん、ノンアルコールのビールを飲まれるといいと思いますけれど、ただ違いがわからないのでお気をつけになる必要があるということです。でこれがですね、私が観光の勉強をしてた時にね、ザワークラウトといって、キャベツの酢漬けといって、ドイツの、名物なわけですけれど、郷土料理みたいなもの、昔からずっとね、このザワークラウトというもの、こんなキャベツの酢漬け、キャベツをただお酢につけただけのやつが名物になるなんてね、これがどれほど美味しいのかと思って、ちょっとずっと昔から期待して食べてみたいなと思っていたもの、長い間のね、2014年にその勉強したんですけど、4年越しの念願が叶えます。そんなに美味しくないね。あんま美味しくないとか言いましたけど、ビールのおつまみですからね、もともと多分ね、そう考えると美味しいと思いました。やっぱりなんだかんだ言って、この微妙なね、刺激的な味がこれに合うものですよ。ここのわけよ。ドイツ人になった気分ですね。いや、実にね、良かったですよ。大変良かったですね。私はお酒飲まないわけですね。現実にさっきもアルコールなどを口にしてはいないわけですけど、その私が大変に素晴らしく良かったというふうに言っているんだから、いかにミュンヘンが素晴らしいところか分かります。ここにありますね、このミュンヘン随一の観光の名所、ビールといえばここ、そんなところですけれど、そのすぐ脇にもそれとは関係ない、またこのビアガーデンが大量に広がっておりまして、大草原をなしているという状態です。本当にすごい。そこいら中でビールを飲んでいます。どこでも酒が飲めりゃいいのかなみたいな感じ。さっきもね、演奏していた人たちがその自分の椅子の下にビールのそのジョッキを置きながら演奏していらっしゃいまして、もうやっぱりビール、多分飲み放題なんでしょうね。ここの人からね、もらってそれで楽しそうに演奏して、みんなお酒ってのは確かに人間を幸せにするようなこともあるんだろうなということを、私もこれを見て実感したところでした。私自身はアルコールが好きではありませんというよりも、アルコールは嫌いですけど、でもそれでね、楽しいことをいろいろと味わえているんだったら、そういう方はまたそれはそれで大変素晴らしいんじゃないでしょうか。じゃあこんなところです。ミュンヘンのご紹介でした。ありがとうございました。明日はですね、ベネチア、イタリア方面に向かうことになります。その前の道を歩いてみたらですね、このように下に大量に落ちております。これ全部ビール瓶の蓋だそうです。こんなにたくさん、チューインガムの吐き捨てたやつも落ちてましてね、よく歌舞伎町なんかを汚しているわけですが、このビール瓶の蓋はもはや何か名物のように覚えて、味わいさえも私に思わせてくれるような節があります。